こんにちは皆さん、早く来てください。こんにちは。ますかね。はい、お願いします。いやー、源さんの死体見っけて石油って言いたかったな。インポスター、強い。わあ、届かんかった。ですナイス。誰の真似しているの？誰の声？あなたは何をされているの？下キッチンか。強いこれ。でもエレキやばいな。おお、危なマジで危な。おお、入れたらよかったな。すごいな。ヘイトが高すぎ。もう、まあ左多いね。左バカみたいにいるじゃん。これ左で切りてえな。ダミさん現行犯。ああ。コミュ通路。あ、そっち。勇気の決め打ちでいいんじゃないですか。オッケー。はい。それどういう状況ですか。いや、僕かネロちゃんで決め打ちしましょう。そうね。はい。じゃあ源さんが笑ってるのは。いや、まあ、おおじさんは白だったなって思ってるだけ。ああ、そう。まあ、レポート点加味したらネロちゃんかなとも思ってますね。あ、白がね。レポートしただけでいいんですか。いや、まあ一応ストーリーとかあれば。まあもちろんストーリーは聞きたい。いいんですか。ストーリーも何も、僕は展望から出るとき展望に入ってくるゲンさんとすれ違って、でそのまま、うん、エンジン方向抜けようとして武器庫上でネロちゃんが切ってるのに遭遇です。僕は停電を直しにメイン側から行ってるんですけど、メインエンジンで、コミュ通路入ったときに、武器庫のドアら辺でガミさんがビャッて動いてキルしてたって感じですね。うん、まあ特にストーリーないっすね。あ、でも停電は、私ちなみに配電場待機して停電は結構即直しした自覚があるんで、なかったっすか。一瞬でしたね。どうだったっけ。なかった。とりあえず2つだけ上げてすぐ直した記憶があります。そんな長くなかったと思うよ。早かった。停電なったなーぐらいでメインエンジンで走ってた感じですね。うん。うん。なんか今のでトントンぐらいになりました。ね、今回どこ脇っすか？メイン脇じゃなかったっけ？なんかさっきダウンロードしてたから、初手石油行きたがらないのかなって。全然行きたくないっす。あ、ちなみにこれスキップ入れた人います？じゃあ俺が入れようかな、一応。ああ、俺も入れようと思ってたのに。あ、そう。責任逃れですよ、それは。責任を持ってください。入れるんだったらガミさんかなと思ったけど、まあ。じゃあ、慎太郎スキップして俺がガミさん入れるわ。あ、そう。ネロちゃん入れればいいじゃないですか。あらら。まあまあ、ローラーはお願いしますね。はい。まあ、せずに振る負けでも、それはそれで面白いんですけど。なんてこと。おめーん、現行犯になってもうた。いやー、でもこれな。あ、おめでえわ。
こんにちは皆さん、早く来てください。こんにちは。前に1キロ入ったからやばい。これちょっと待って、宝さんと一緒だな。じゃあシリフシリフ、ちょっと待って、ちょっと待って、間違えて切った。これエンジン給油のとこでネロちゃんが不死身は切ってたんで、うん、追っかけて連打してたら全然違うハイブリさんが来てなんか切れました。これネロちゃんから若くなんですね。ネロちゃん連打前って健康あーなるほどね。ハイブリさんごめん。あ、これはあ、終わる感じもしますか。終わり感じ、終わってる感じじゃない。ハイブリさんなんで。ハイブリさんごめんな。ハイブリさんごめん、これかわいそう。やば最悪これ。泣いてる待ってますね。こんなことあんのかよ。ちょっと待って、これマジでこんなことあるか。なんだそれ。やべえ、思わぬとこで。いや、びっくりした。ガミさんに二人会持ってかれた。持ってったね。いや、まさかこんな形になるとは。え、肉壁になったってこと。じゃ、いや違う、全然ゲンさんと一緒にメインから入ったけど、コミサボ直せへんけど、ゲンさん上行っちゃったから下行かへんかったら怪しまれんなと思って。なるほど。そこはネロちゃんインポスターの早ぶりさまとまったね。はいはい。でももう一度はまだ手汚してないってことですね。だからかもね。じゃない、落ち着きのボタンが欲しかった。え、でもなんでハイブリさん切れちゃったんだ。ネロちゃんがエンジンの下のベントの方に入っていって、上からハイブリさんが降りてきて、僕もずっと連打してたんで、あと一歩のところで、したなんか上から来たハイブリさんの方に座れていったっていう。なんか、ベントアピールしようとしたんじゃない？ナイツ。なんで、なんか降りてきた？なんでかわかんないけど。え、そうね。なんで歩き回ってんだろうって思っちゃったけど。まあ、マットメイトですから。いや、そう。そうなんだ。狂ってまあ、マットだったら、なんか、へーって感じだった。まあ、内通済みだったら、もうあんまり弁当入んないんじゃないかな。多分。キルケアは結構しちゃうけどな。そう。まあ、普通シェリフがキルボタン連打はしないと思うんで、僕は。いやいや、一歩差事故があるからね。ああ、事故があるからってことか。そうそうそう。まあまあ。完全に現行犯ミスさんでも、あと一歩のとこだったんで。うん、梅剣ってシェリフ使用したのって切った後だよね。切った後。ああ、そうだよね。なんか一瞬 ね、梅剣ネロちゃんの一歩差事故考えたんだ。いや、そうそう、そういう考えたから。うん、まあなんか、まあ、あれでもインポスターやってんのかなと思っちゃうけど。ね。まあ、ないか。ちょっと最高だよな。上ネロ。今更ですけど、ネロちゃん2票だったじゃないですか。最初。うん。あの時に1票は私です。おー。おー、まあ、だいぶ人が死んだ後なんであれだけど。と言われておりますが。いや、ミスられたな。いや、入りたかったんよ。入りたかったけど、ゲンさんと会っちゃったから、入るタイミングがなくて。なるほど。という言い訳を、次のゲーム後にしよう。なんか、おまわしに言われるのめっちゃ腹立つんだけど、なんなん、お前。お前、近々会うこと分かってんのよ、喧嘩売れんな、俺に、お前。ヒゲ全部抜くぞ。いや、やめときなさい。やめときなさい。ブラジリアンマックス抜くぞ。いや、もうほんまに。いや、そうか。あ、そうか。いや、申し訳ない。切る気はできか、できなかったか。腹立つわ。正面メインの弁当入ろう思ったらそこにゲンさん現れてもうて。なるほどなるほど、それでできなかったんだ。うわ、絶対ちょっとブラジルのワックス買ってこよう。いや、あかんや、その気になったらあかんだよ。切らない、かわいそうに、たった一人残されて。どこへ行くんだ。人がいない。どこに行くんだ。もうアドミニを見に。なるほど、行かない。誰とも出会えない。出会えねえ。まあでもタスクはまだそんな進んでないと思う。あなたの周り幽霊だらけですよ。頑張れ。迷ってる。ああ、ようちょうどいいボタンか。ああ、すごいワープしてる俺の方。
あれ1か。ああ、よかった。1か。結構後半です。梅剣アーカイブとかだよ、多分。あ、うん。いたとね。タワーのですね、覚え系の、入力する方に置いてきて、私はメイン左下の勝ちタスクだけやって、ミーティングまで走ってボタンです。だから、まあ、15秒以内ぐらい。アーカイブ方面だとは思う。死体探ししてたんじゃないかな、あれ。で、工藤に白出せる。あります。まあ、審査かどっちかかな、実施点。ああ、うん、同じ感想です。僕今、最後、宿舎前と、宿舎前の扉がちょうど今閉まったんですよ。このボタンの1秒前ぐらいに。うん、で、その扉を開けようとしてるぐらいでターンが終わってて。宿舎前ってどこの扉ですか？全部。ちょうどプシューって閉まった瞬間だった。慎太郎くんどこにいるんですか、今？僕は今、中に閉じ込められてる、だから。ああ。魚はアーカイブで高田健志が死んでないの確認した後にシャワー下ってメインホールの方でタスク行こうと思ったんだけど、あまりにも時間が長いから死体が上がってる可能性があったから、メインエンジンルームの扉だけ開けてエレクトリカルの方に戻ってバイタルをチェックしたら15秒前には誰も死んでいなかったのね。だから梅剣は5秒間の間に死んでいるのは自分の目線では確認できてるんだが、そっからエレクトリカルしかガチャガチャタスクやってないから、まあ、誰も死んでないからタスク優先したって感じでエレクトリカル。だから、バイタルエレクトリカルの扉を開けてるのは自分。メインとエンジンルームもね。宿舎全閉まりなら僕が保証できます。最後、たどり着いてる。うん。うん。で、そのアーカイブの方に後半いたのは、原災害って誰か見てます？あ、俺。俺の方は、俺が多分最終死人だと思う。むしろ。で、高角度がお互いにしろならば、逆死んで良さそう。うん。ちなみにタスクでもいけます。微妙です。ごめんなさい。僕微妙。釣った方がいいかな、多分。まずい。だし。優劣は厳しいですかね。そう、あんまり優劣つかないんだよな、審査。まあ、どっちでも、釣るならどっちがいいっすか。魚さん。あら、だって、はい。まあ、頑張ってアクション系してくださいとしか言いようがない。わかりました。ボタンないです。ボタンある人いる？工藤さん、工藤あるか？あ、僕あります。工藤、絶対知らないでよ。はい。お、なんであいつは4人目。あいつはなんであんないい返事ができんねん。分かれへんやろ。殺されるかもしれんやろ。お、リフトバッテ取った。あれよ、これ。いいよ。待って。さあ。準備は整った。整ったね。あとは、どう調理するか。もう調理するか。こっからがむずいね、この煮込み具合がね。そう、煮込み具合がね。さあ、左。煮込み時間がね。あ、迷ってる。あ、乗って、って。治る瞬間にね、キルして、みたいな。そういう感じで。低いことができる。無理来たよ。右で切ると、あれだから。お、これは来たんじゃない？これ、キルして、でかい。キルして扉閉め、あれ？来た。あ、扉全閉め、あ、治んない。治んないってことは、扉全閉め。これは勝ちだ。なった。おー。でも、原さんがちょっと、走り出し早かったから。ちょっと足早いからね。いやー、ちょっと治んの遅かったな。待つんだ。大丈夫。いや、これは、間に合いそうかな、クルーが。うわ、どうだ。頑張れー、ギリギリ。どうだ。どうだ。あー、やば。どうだ。どっちだ。どっちだ。どっちだ。あ、扉が、扉が。どっちだ。くそ、どっちだ。うわー。惜しい。死んだ、扉閉めなかったのか。いや、閉めたつもりなんですけど、閉まってなかったですか、もしかして。メインとか全部開いてたよ、アーカイブメイン。あれ、でもサボをしたはずだから。高田さんって最後扉開けました？開けてないですよね。私、高田さんが開けてくださると思って一瞬開けんのためらっちゃって、開けてよかった今。開けなかったら負けてたかも。あ、ゲンさんがもしかして扉開けてったってことか。あ、はいはい、開けてました。あー、そういうことか。はい、俺を通るルート全部扉開いてたから。ああ、死んだ、扉閉めてねえと思って。そういうことか。よかったよかった。お見事でした。ふひー。いや、アクションゲーム初めて勝てそうだったから、あと3秒くらいですね。3秒か。めっちゃ興奮したんですけど。惜しかったね。ありがとうございます。おもろすぎだろ、ハイブリさんの。おもろかったね。マジで。おもろかった。ワンチャン事故ってたよね、あれね。違う人だったら。でも、ベントに入ろうと思ったら、メインにゲンさんに大手もうたんよ。あー。だから、その、ちょっと、巻いてなんとか逃げてどっかで隠れようと思った時にっていうのに、あんなに
なんか剣士が言うからさ、霊界より俺おまじにめっちゃ煽られてんけど。いや梅剣が乗っ取りあんのかなと思って、やっと見えてそのフラフラ歩いてっかなとか。